はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画になっております。今日もね、しょうもない飲み動画をお付き合いいただいております。いやー、今日も無事終わりましてですね、この梅雨時のこう不安定な天気の中にもかかわらず、今日ね、朝からめっちゃ忙しくてですね、いや、すごかったな。まあ、日曜日ですんでね、午前中に、まあ、ちょっと雨の予報なんかも出てたんで、まあ、早めに、まあ、ご用をね、オイル交換とかタイヤ交換のご用を済ませてしまって、あとのんびりしようかなっていう方が多分集中しちゃったんだと思うんですよね。今日お店の準備してる段階から、ご近所のマダムのオイル交換とか、まあ、お声かけていただいて、まあ、タイヤ交換、オイル交換、修理車の預かりとかね、忙しい一日でございました。ちょっとご近所のね、懇意にしてる親父さんがタイヤ交換っつっていらっしゃった時に、ちょっとね、お客様がちょっとお店の中に作業待ちでいらっしゃったもんで、いや、すみません、ちょっと急ぎやっておりますけども、30分ぐらいお待ちいただいちゃうんですけどねって言って、おやさん待っててくれるっていう話だったんですけど、さすがに15分20分とっていう風になると痺れ切らして、また来るわっつってね、お帰りになるという。いやー、ほんとね、おやさんには申し訳なかったですけど、嬉しい悲鳴ですよね。まあ、なんとかしたかったけど、やっぱ順番でやんなきゃいけないもんなので、まあ、こればっかりはね、一人でやってるとしょうがないんですけど、あとは、なんすな、うちもいい加減、まあそんな感じなので、お店ね、おかげさまで忙しくさせていただいてるんで、このお店の中の模様替えが、まあ、父として進まなくてですね、これ、なかなか本当、えらいもんですよ。で、まあちょっとずつね、片付けはしてるんです。だからもうなんかガラーンとしてきて、あとは、一発ね、壁と床の張り替えというか、まあ、ちょっと今回時間も予算もかけられないんで、まあ、上から張っちまおうかみたいなところでは動いてるんですけど、それにしてもね、1日2日、まあ、だからちょっと今月どっかでね、連休をいただいて、一発で決めちまおうかなみたいなとこありまして、壁と床だけやっちゃえば、あとはのんびりお店作りがね、営業しながらできる、まあ、業務内容というかね、バイクの整備だけできれば、そんなにお店の中っていうのはね、そんな格好ついてなくてもいいものなので、まあ、そんなスケジュールで考えてるんですけど、今月そのスケジュールの目処も立ちまして、一応その模様替えの方は今月中に終わるんじゃないかなと、まあ、本当にね、まだ7月も入って頭の方ですけど、1ヶ月ぐらいかけたろうかなと思っておりますけどね。ただ今月、まあ、梅雨も明けてくるでしょうし、その中でも僕もコースの復帰の方、サーキットを走りながらお仲間さんに楽しんで、ね、見てもらえるようなものを動画でお土産取ってくるみたいなのをちょっと今月から動き始めたいなと思ってますけど、まあ、まだちょっと日程的には未定ですけどね、今月中から動き始めたいなっていうのはあるんですけど、どうしてもちょっとこう模様替えの方を先に大掛かりなとこ終わらせないとなかなかっていうとこあるので、まあ、ただ、キンキンに、まあ、今月中にはいろいろ動き始めたいなというスケジュールで動いてはおりますけどね、はい。で、まあ、今日かみさんと義理姉もお店遊び来ててくれて、でやっぱりね、模様替えの中とかってこうなんていうのかな、レイアウトなんかに関してとかでも、まあ、予算はかけられるものじゃありませんけど、そこにはやっぱりこういろいろと女性の意見も取り入れて、なんかこういい知恵拝借できないかなと、まあ、僕の大まかなビジョンはあるんですけど、そういった中でも細かいところなんかをね、意見を頂戴したいなということで、まあ、かみさんと義理姉の話も聞きながら、いろいろとじゃあこんな感じにしようかなんていうふうに話進めてっておりますね。仲間さんがこう用なく遊びに来てもらって、僕が忙しくね、工場で仕事してる時でもこう、まったりとしていただけるようなスペースっていう、作りをね、理想としてますんで、そういった意向も、まあ、女性陣なんかにも伝えて、こんな感じんじゃねえ、あんな感じんじゃねえなんつってね、話をしてたんですけど、
まあ、その中でもね、やっぱ女性陣のっていうか、まあ、うちのかみさんの話で今思い出したんですけど、なんていうかね、まあ、夫婦喧嘩は犬も食わぬというような話があるんですけど、実はちょっとあの数日前あの夫婦の危機を迎えるような夫婦喧嘩がありましてですね、まあ、僕的にはね、僕は全然悪くないなと思ってるんですけど、まあ、神さんの方からしたら、まあ、神さんは神さんで私は悪くないというようなことらしいんですけど、まあ、ちょっとしたこともなんですよ、もうそんなにまあ大した内容じゃないんですけど、まあ、ちょっとしたきっかけで喧嘩になりまして、まあ、次の日にね、神さんどうも納得いかなかったらしく、義理の姉に、報告を、まあ、報告をっていうか、あの僕の悪口をねぶちまけるべく、電話を入れて、あの野郎ぶっ殺してやるぐらいのね勢いで電話して散々僕の悪口を言ったらしいんですよね。いや内容からしたらそんなかなって、いやまあ僕も悪いっちゃ悪いんですけど、神さんの方もどうなのみたいな内容だったんで、そんなぶっ殺してやるみたいに言われるほどの内容なのかな。まあ揉めた原因っていうのは、僕がちょっとあの早めに帰れた時があって、晩ご飯食べてね、あの神さんが用意してくれたご飯ちょっと食べながらの時に、神さんがあの寝室のエアコンのね、あの水抜きのホースがなんかあの昨年ぐらいの話なんですけど、台風がものすごい時あったじゃないですか。あの時にあのエアコンのね、ドレンの水抜きのホースからなんかこう雨風って風がすごくて、あの吹き込んできて、どうもエアコンからうるさい音がするっていうことで、僕がちょっとねそのホースから風入ってこないように処理したんですね。それがねどうもなんか最近、ここ最近のエアコンの稼働に問題があったらしく、ちょっとなんか変な匂いするよとか、水抜きのホースのね処理を、まあ、元に戻してもらって水抜けるようにしてもらった方がいいんじゃないかみたいなことをかみさんから言われて、ああそうかそうか、まあ大体僕も去年の話だから覚えてないもんで、どんなんしたっけな、まあまあ要するに水抜けるようにまたね、風とか入ってこないように処理したもんだからまた戻しゃいいんだろうみたいな思ってたんですけど、あんまりなんかその飯食いながら、僕もテレビ見ながらねのんびりと一人飯になってたんですけど、かみさんがもうあまりにもなんかこううるさく言うんで、いやもう飯まずいわと思って、僕としたらね、話の流れからいけばご飯食べたら見ますよぐらいのね感じあったんですけど、すごい偉い言われるもんで、ちょっとイラッとして、もうご飯も途中にそのホースの具合を見に行って、いや神さんもそのホース見に行くとき、今じゃなくていいんだけどみたいなことになってるわけですよ。そうするともう僕もね、はぁと今やったるけどもみたいなね、飯まずくてしょうがねえしみたいな感じで、そのホースの処理をしに行って、まあやったらね、なんか去年僕がまとめたホース、あ水抜きうまくできてないなと思ってね、あのホース元に戻して水抜けるようにしたら、まあ、後日談かみさんが、ああ変な匂いもしなくなったしってよかったみたいなことになってたみたいなんですが、まあその時はかなり険悪ですよね。僕はあの、ああ戻しといたよも言わないでまた飯食べ始めて、で次の日ですよ、かみさんが義理の姉に僕のそのなんかね不穏な空気になった揉め事を、なんかあの野郎超ムカつくわ、ぶっ殺してやるわみたいなことをね義理姉に文句言ってたらしいんですけど、その電話の日ですかね、そんな本当はあの野郎ムカつくからぶっ殺してやるわみたいな夜、かみさんが寝てる時に変な夢を見たらしいんですよ。あの僕をね、なんかあの首絞めてぶっ殺してやるっつって首絞めてる夢を見たらしいですね。その時になんかねだきっとね、そのホースの絡んでる夢だったから首絞めたのかな、なんかきっちりとねこう紐を手にこうくるっと巻きつけて、でしっかりとこうギューみたいなんで僕の首を絞めて、僕がなんかもうあわあわあわみたいなことになったらしいんですよ、夢の中でですよ。でそこでガミさんがあのギャーで、でも僕が苦しんでる顔を見たらやっぱ殺せないっつって泣き出したらしいんですよ。であの起きたらあのどうもその
夢の中の話なんですけど、バッと目覚まして、もう自分で本当号泣してたらしいんですね。いやー、あのもうアホな亭主だけど殺しかけてしまったみたいな、すげえ後悔の念があったらしく、まあ夢の中で号泣、そして起きても号泣したらしく、なんかね、次の日僕まあお店で動画撮って、まあちょっと残業もあって動画も撮って帰るっていうんで、やっぱりね、僕もちょっとイラッとはしてましたけど、そういうのちょっと遅くなるよっていうのは、電話を1本入れるっていうのはそれは礼儀かなと思って、どんな反応するか分かんないけど電話を1本入れたんですよ。そしたらなんかその夢の直後もあったらしく、なんかこの僕を殺しかけた殺人未遂のそのやましい思いもあったらしくね、僕が電話したら ああそう頑張ってねみたいな優しい感じだったんですよね。僕ねその時にあれって思ったんです。だいたい僕1週間ぐらい不穏な空気続くのは覚悟してたんで、ただ次の日にものすごくそのね電話入れて対応が優しかったから、何があったのかなって思ってたんですけど、どうも今日義理姉も交えてその話を聞いたら、僕もね殺しかけてそう大号泣したっていう話を聞いて、いやーなるほどねと、いやー僕からしたらいい夢見てもらったなと、ほんとね、そんなエアコンの水抜きのホースのことで殺されたらたまったもんじゃないですよ。本当夫婦の喧嘩ってくだらねえなっていう思ったね事件でしたけどね。いやいやいや不毛ですわ。いやね、またこの動画見られるとね、かみさんがお前反省してねえなみたいなこと言われるかもしれないから、まあこの辺にしときますわ。はい、ワイズの店主かみさんに殺されかけた話でした。どうもありがとうございました。ね、今月中に、まあ、僕もちょっと今フル稼働で仕事始めましたけど、始めましたけどっていうか、本当ね、ただ僕も今月からまたサーキット、ね、復帰の話なんかもありましたけど、東京の方で流行り病の方がまた数字の方がっていうのがあるんで、様子見見で行こうと思ってます。はい、動けるようでしたらちょっとね練習再開みたいなところ行きたいと思ってます。ぜひ応援してください。はい、この日は曇りなき眼で見届けよう。どうもありがとうございました。